関西リフォームは安い、早い、綺麗。お問い合わせは06-6955-5410 まで。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、昭和の何年の時間です。この番組は懐かしい昭和の時代にスポットを当て、歌あり、トークありの、昭和復刻版のバラエティです。それでは最初のコーナー、ルーキーポンタさん、そして元吉本新喜劇谷茂さんの昭和時代です。どうぞご覧ください。まず今日は、はい、我々昭和時代の心を和ませてくれた、はい、例えば、うん、歌手、うん、これをちょっとあなたと話してみたい。長い話やな。まずな歌手の古い人たちやな。要するに昭和の初期の頃の話をしようっていうことやな。そうそうそう、分かった分かった分かった。誰で誰やって89分あんたから喋りやすい。田畑芳雄や。田畑芳雄ギター抱いておっすいってこれや。古い話やな。もっと他には灰田勝彦。灰田勝彦、わこれも古いな。俳優さんでは、おは俳優さんやったらまあ、うん、嵐勘次郎、鞍馬天狗。鞍馬天狗これやな。ああね、他には他にはね、うん、まあまあ喜劇で柳家金五郎。ああ喜劇ね。こんな感じ。柳家金五郎。酒井俊二さんとかね。酒井俊二さんね。坂淳三郎。坂淳三郎。坂淳って言うたな。坂淳。あ、じゃあ、そうそうそう。これもう我々なた楽しかったよ、ね。その時代はね。ねえ、そう言うたら、うん、あんたトニー谷さんっていう人がいてるのかな。よくぞ聞いてくだされた。えこれや。トニタニ。トニタニ。あなたのお名前なんての。あちゃ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 。そうそうそう。もうソロ版で一世を風靡したやん。そうや、うん。それから他には歌手でのうてもええねんで、俳優さんで。俳優さんでな。うん、古川六杯のもんね。見てたがな、六杯さんね。私の一番よく知ってるのは、なんて言っても花火師あちゃこさんやな。本番もめちゃめちゃにこなりまくるから。さあ。吉本でね、私4年半ついてました。あんた4年半もついてた。運転手でね。私知ってるのもう一人は、うん、なんちゃったってコンビで、え横山円達さんやな。横山円達花火しちゃうから、この名コンビやな。そう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 、うん、ね、でその横山円達さんの息子さんが花火京さんや。そう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 、ね、吉本新喜劇でなやってたんや。大スターやったよな。大スターやった。親子ともどもな。ええー、で、もっと他に誰や、歌手は笠木静子おるかな。はぁ、笠木静子、飯田恭子。飯田恭子さんって俳優さんちゃうんか。女優や。女優やろ。女優や。それとかね、清川虹子。これまた姉御肌で。かぁ、この方、清川虹子。この方とも一緒にね、やったことある。あ、仕事やったことある。お芝居ね、舞台で出させていただいたことある。もう、ああいう芸を見てるとね、うん、本当に我々ずっとも吸い込まれたよ、正解に。なやっぱりね、セリフの言い回しとかそんなんがね、やっぱり的確としたやっぱり見事な俳優ですな、ね、俳優さん。アコラ時代のやつはね、うんうん、だからまあ今はもうなんかどんちゃん騒ぎで、芸やってるけど、昔はやっぱりそうはいかんかった。本当の芸を追求せんとやっぱスターにもなれなかったしね。そうやな、うん、まあ喜劇では植木ひとしさんとかね。ああ、スーダラ星。ああ、植木ひとしさんもったね。サラリーマンの舞台やったな、あれ。あな、あのね、うん、森重久弥さんがその時代を賑やかした。そうそう、社長行場記。ああ、そう、コンビでな。そうそう、面白かったよね。で、小林啓司さんが社長の秘書で、うん、あれまた面白いパターンですわ。なあ、いろんな俳優さんが、うん、みんな出てはったもんな。そうそうそう。まあ今日はね、うん、もうこんな感じでね、うん、見ていらっしゃる方が、あ、おったなというイメージ、うん、これを感じていただければ、まあ我々2人のトークもね、うん、まあ幸いということでございます。あ、これトークになってるかい、ね、なってないかわからんけどね。あ、まあ、うん、来週にご期待を。さて次は、町のカラオケ店で歌を楽しんでいる皆さんに昭和の歌や、昭和の思い出をお聞きしたいと思います。
番組推薦カラオケ一番のコーナーです。ひかるちゃん楽しみですね。本当やね。番組推薦カラオケ一番、今日は松原市にありますカラオケマキシムさんにやってまいりました。マキシムさんの人気の秘密はママさんにあるそうです。どんな方なのか楽しみですね。それでは早速お邪魔してみましょう。さあこちらがマキシムさんです。行ってきます。はい、皆さんこんにちは。突撃リポーターの林田舞子です。よろしくお願いします。ママさんこんにちは。お忙しいところ失礼いたします。素敵なお料理が並んでいらっしゃいますけれども、あの手作りですか？そうです。美味しそうですね。あの人気の秘密のママさんです。とても素敵な方なんですけれども、年齢なんか聞いたら失礼ですよね。いいえ38ですか？39歳です。失礼いたしました。プラス1だそうでございます。さあそれでは早速なんですけれども、ママさんの、思い出の曲っていうか、そういった心に残る曲何かありますか？そうですね、27年この仕事やってるんですが、やっぱりお客さんが一番よう歌われる曲は添右衛門町ブルースとか。はい、歌ですね。では、その添右衛門町ブルースなんですけれども、ちょっと皆さんで歌うのは大変なので、もう一曲何か思い出に残る皆さんで歌える曲何かあるでしょうか？高校3年生いかがでしょうか？船木和夫さんの高校3年生、いい歌ですね。それでは皆さんと頑張って大きな声で歌ってみましょう。ただいる日が星を染めて、見えろと影弾む声、どこに流れる今日も流れる大阪涙が。
今日は羽曳野市にあります、カラオケ赤坂さんにやってきました。今日は素敵なお料理と素敵なママさんに会えると楽しみにしています。さ、早速お邪魔しましょう。それでは行ってきます。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、カラオケ赤坂さんのママさんにインタビューしてみたいと思います。それでは、とっても素敵なお衣装なんですけれども、よく着られるんですか？そうですね、お店ではあまり着ませんけど、カラオケの催し物があると和服で出かけます。ああ、そうなんですか。それとですね、とってもいいご趣味があると聞いてきたんですが。はい、そうですね、小さい時から日本舞踊と、から途中からは 日舞ですね、に変わりまして。はい、どれぐらい前からやっていらっしゃるんですか？そうですね、もうこれは ずいぶん前からだということは、子供の頃からしてます。子供の頃からとっても素敵だなと思って見させていただいてたんですけれども、すごく綺麗でしょうね。そんなママさんにちょっとお尋ねしたいと思いますが、昭和の時代に、ヒットした曲で思い出に残る曲、何かありますか？今の時代とまた違うんですけど、また旅もんだと、旅笠道中とかね、大舟月夜とかね、それから露天とかいろいろありまして、で女もんだとね、お出し子歌とかね、はい、なかなか出てこないけども、本当昭和の歌が、いい歌はたくさんありますね。そうですね、とってもいい歌がたくさんありますが、今日は、皆さんと一緒に歌ってみたいと思うんですが、その中で、何かこう思い浮かぶ曲って何か他にありますでしょうか？北国の春ですね。97歳になる山田悟さんっていう方なんですけど、今日はお見えになってませんけれど、本当に素敵な、パパ様で、一緒に歌いたいですね。そうですか、山田さん見てらっしゃいますか？みんなで歌いますよ。それではよろしくお願いします。北国の春です。
さえ入れたらそれでいい。あなたの続きましては昭和の主な出来事をピックアップ、昭和出来事百科の時間です。弁護士の相馬達夫さんに昭和のお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。弁護士の相馬達夫でございます。現在はご承知の通り平成時代でございますけれども、その平成時代の前は昭和時代という、昭和というのは昭和元年から昭和64年まで、昭和時代というのは64年間あったわけでございます。でところがこの昭和の時代に起こりました大事件というのは、もうまさしく日本の歴史にとっても大きなのは第二次世界大戦でありまして、これで日本は平成の前の昭和16年に日米開戦をいたしまして、そして昭和20年8月15日天皇陛下の玉音によって終戦とはいうものの敗戦を喫したわけでございまして、日本が世界と戦ったと言ってもいいわけでございます。それで日本は完膚なきまでにやられて、日本が占領されたというのはこの昭和20年だけなんです。日本の歴史において、日本2600年の歴史とも言われておりますけれども、日本が完全に外国によって負けたのはこの時になって、この時アメリカのマッカーサー元帥が日本に上陸をしたわけでありまして、そして天皇陛下もマッカーサー元帥のところへ挨拶に行かれたと、こういうことでございました。そしてその昭和20年の敗戦に至るまでの昭和の歴史、元年から昭和20年までの歴史で言いますと、もう各年にわたって日本では戦争をしてきたということになります。日本が戦争してきたのは野毛藩事件、日中戦争、そして決明弾事件とか 5.15 事件とか226事件とかもたくさん、毎年のごとく日本は血生臭い戦争を重ねてきた。そして国民生活もそれにつれて非常に圧迫された。例えば現在なんかのネクタイピンなんか作ってはいけないという法律ができたぐらいでありますから、そして日本の国民はダブルの男はダブルの背広を着てはいけない、女の人は着物の袖を切りなさいということであった。で女の人は全部モンペ姿、男の人はみんな国民服というようなカーキ色の服をみんな着るというようなことで、日本からはもちろんファッションが消えてしまったというようなことで、でそういう中において日本においては生活が統制されるとともに、また非常に出がたんな時代になって、例の猟奇事件として安倍長田事件で安倍長田事件などが起こったりこうしておるわけでありまして、非常にデカダンスな大敗した時代であったということが言えるわけで、で誠にだから昭和の20年までの日本は国民総動員法が
施行されて、ともかく勝つまでは欲しがりませんというようなこと、総動員で皆が徴用に取られる女子の低身体ということでございまして、まあ非常に昭和20年までは暗い、日本の非常に暗い影を落とした時代だということだったわけでありますけれど、それがまあ平成昭和20年を境にしまして、また日本がパッとこう開けた時代になっていくということであります。だから昭和の20年までは非常に昭和は暗い時代だったと一言で言えば言えるかと思います。まあ次回は負けてからの日本がどう展開していったかということについてお話をしたいと思います。はい、昭和の男女いかがでしたですか？楽しかったね。そうや、今週も楽しかったよね。ひかるちゃん勉強になった？今年も昭和のことをいろいろ勉強させていただきました。それはそれはよかったね。よかったね。そうですね。さて、番組では毎週いろいろなプレゼントをご用意しております。ふるってご応募ください。お待ちしてます。お待ちしてます。プレゼントの内容、ご応募方法に関しては番組終了後にお知らせいたします。来週も楽しい内容でお送りいたしますので、どうぞご覧ください。それでは皆さん、さようなら。今週のきらめき賞はこの方です。きらめき賞に選ばれた方にはアップミュージックより素敵な商品をプレゼントいたします。昭和の男女をご覧の皆様には、お菓子玩具の川中堂より懐かしい駄菓子の詰め合わせセットをプレゼントいたします。プレゼントご希望の方は番組の感想を添えて、アップメディア昭和の男女プレゼント係までおはがきでご応募ください。たくさんのご応募をお待ちしております。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。関西リフォームは安い、早い、綺麗。お問い合わせは 06-6955-5410 まで。